はい、おはようございます。5月5日朝7時の相場解説になりますね。これ、日足なんですけども、日足をね見ていくときにこれを思い出してもらいたいんですよ。まずね、ここの力点とここの力点を結びますよね。こういうふうに、そうするとあら不思議と107円の055あたりに引いた線なんですけども、この2つはね上に向かっていくっていうことなんですけども、これね、これ一つ目。で、これが二つ目と。だんだん緩やかになってきましたよね。で、もう一回のアタックで、これがね、上に跳ねるかと思ったら、そういう解説もしましたけども、そうならずに下の方に潜ったんですよね。そうすると今度は、この下の方で推移するように変わってきたよってことですよね。で、アリゲーターの3本ラインもこういうふうに、下の方に広がっていってます。これからは、どんどん、106円、105円、104円の方向に、セルの方向にね、動いていくんだろうなってことが、この日足では考えられるんですよね。で、次、4時間なんですけども、こういうふうな形になっております。さっきだから、ポイントとしたのがこれですよね。これとこれをちょっと見たときに、107円のね、045ですか。ここに線を引いたときに、今ね、この線の下の方に、もうこう、ステージはね、移ったんだなってことが、なんとなくわかると思います。もうこの上に行かなくなってきたと。それまではずっとね、この上で推移してたんですよね。こういうふうに。これも上にいますよね。で、今度は、フィールドがここになってきたってことです。ですので、106円、105円、104円の方向に行くんだよっていうふうなことがね、考えられるんですよね。で、次なんですけども、1時間足、すごく重要なポイントです。こういうふうにね、斜めに線を引くことができたんですよね。で、これは説明してませんけども、気がつく方は気がついていたと思うんですけども、小さな山があって、大きな山があって、そしてね、小さな山があると。ヘッド&ショルダーの右肩上がりみたいな形になってたんですけども、これはだからヘッド&ショルダーに似てるってだけで別にね、三尊でも何でもないわけですよ。こっからダーッと下に下がることではないんですよね。じゃあ何が言いたいかっていうと、このね、斜めの右肩上がりの線を見たときに、ここを破らないように破らないように来てたんですけども、ここでついにね、破ったわけなんですよね、この斜めのラインを。ということは、こっからは、横ばいのように見えますけども、3本のアリゲーターライン見ると。こっからちょっとね、下の方に向かっていくんではないかなってことが、この1時間足でも、なんとなく見えるわけですよ。少なくともこの線を超えることはないんで、右肩上がりになるにしても、もうね、そんなに上にはいかないんではないかなってことですね。まあ、だからといってね、ここからどのようにエントリーすればいいのかどうかってことが分かるってことではありません。こういうふうな値動きがあるなと捉えることなんですよ。今分かるのはそのぐらいですかね。あとはね、なんとも言えないです。まあ、包み足が出てるかどうかの確認だけはしとかないといけないですよね。今、出ている、この、陽線がですね、上にガーッと広がってますけども、これがこのまま確定するようだったら、これは包み足です。で、その一個前ともう一個前っていうのが、上髭と下髭を出してる陰線ですよね。で、私はこれをね、もうこちらの、二つ前の陰線の下髭の長いやつ、これをちょっと当てにした方がいいんじゃないかなと思うんですよ。というのが、次の陰線っていうのは、上髭は確かに長いんですけども、実線が短いんですよね。まあ、ということは、必ずしも下に向かうべきものではないかなと、実線がそれほどね、下に伸びてないってことだとも言えるわけですよ。で、その次が陽線になってるわけですから、これは、ある程度ね、上に向かうための線なのかなと思うんですよ。ということで、全体的には下に向かうはずなのに、この、ローソク足単体で見ると、上の方に予感があるってことは、これはね、エントリーをちょっと見送った方がいいかなと。今、ポイントが見つからないところだなというところだと、私は判断します。少なくとも私の力で今、エントリーするかどうかっていうのは決められません。はい、以上ですね。でですね、その、FX の無料講座、たまに1週間に1回ぐらいやってるんですけども、結構ね、これが勉強になるということで、あ、ちょっと嬉しいなと思うわけなんですよ。それで FX の、そうなんですかね、ちょっと、対談ライブをね、ズームでやってみようかなと思うんですけども、まあ、もしね、希望される方がいらっしゃれば、やっていこうかなと思います。まあ、もちろんね、YouTube のズームライブっていうのも、ちょっと、
計画してるんですけども、まあそういうのでよろしかったらね、皆さんからの要望があればやってみようかと思いますんで、まあよろしくお願いします。まあ今日は以上ですね。またお知らせします。